江越哲也は、熊本県を拠点に活動する日本のラジオ DJ。熊本市西区日本に出身。熊本市立小町小学校、熊本県立最最高高等学校、熊本大学卒業。高石ともやに影響を受け、高校時代からフォークバンドを結成して、熊本県内で人気を得る。その当時から熊本放送で、ラジオ番組のレギュラーを持ち。 同局ディレクターの勧めもあり、1973年6月に開催されたオールナイト日本主催の第1回全国 DJ コンテストに応募し優勝。当時日本放送アナウンサーだった糸井五郎と共にアメリカで行われた DJ 会議へ日本代表として参加。帰国後は熊本でラジオ DJ、タレントとして活躍。 1989年6月1日には FM802 の開局番組を担当し、以降、同局の週末総長生ワイドを8年間にわたって務めた。現在は RKK ラジオ他で DJ として活躍。2001年4月開始の土曜だ。江越だは、2013年1月5日で放送600回に到達した他、ラジオ番組制作。 平成音楽大学講師、メディア研究、講師、話し方講師、プロ養成アナウンス講座主催、各種司会、CM ナレーター等で活躍中、ありがとうございます。